いつもだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。始まるよ。皆さんこんにちは。今回はイヤーカフ型のイヤホンの紹介です。耳の穴を塞がないイヤーカフ型イヤホンは、耳に挟むだけの簡単装着。急な移動や作業中でも手軽に使用できるため、日常生活の中で音楽をより身近なものにします。軽量コンパクトなデザインだから携帯性は抜群。 IPX5 の防水性能も装備、急な雨によるダメージを気にする必要はありません。装着感、音質、接続性、耐久性に秀でた、日常生活のあらゆるシーンで快適に使えるイヤホンです。気軽に音楽が楽しめます。つけている感じが少ないイヤーカフイヤホン。12ミリデュアルマグネットドライバー、音漏れを効果的に抑制、立体音響が体感できます。イヤーカフ型の特徴、他のタイプとの比較。開封します。擬的あります。本体です。付属品を見てみます。タイプ C の充電ケーブル、ペアリングボタン、 LED 色で充電量が分かります。ロゴが印字されています。充電ポート、フィルムが貼られています。収納方向があります。後部側は充電電極側です。収納は左右なしです。適当に入れて蓋を閉めます。蓋を開けたら識別されます。上蓋の裏側に取説灯があります。アプリの解説です。取説は多言語で見にくいです。アプリで直感的な操作が可能なので必要ありません。おなじみのシールです。前後があります。装着のコツです。正しく装着しましょう。良い位置を見つけます。装着状況は耳モデルで確認願います。モデルは少し小さめですが、装着状況は確認できます。
耳を挟むようになるので激しい動きでも外れにくいです。後ろ側が少し下でした。前側と後ろ側は水平が理想です。前側は時効に近づけるほど音に迫力が出ます。ファッション性に優れています。エアー5を装着してみます。こちらはインナーイヤー型になります。しっかり差し込まないと脱落しやすくなります。その点は CC イヤーカフの方が脱落しにくいと思います。エアー5は動きの小さい時に向いています。時効の大きさによってはしっかり装着されます。デバイスの追加で追加済みです。ホーム画面です。ムービーモードとダイナミック EQ はオンがおすすめです。ファームアップでします。ゲームモードとムービーモードは同時オンはできません。ガイダンスは日本語が選択できます。タッチ操作はカスタマイズできます。イコライザーです。プリセットからもカスタマイズもできます。自分の聞こえ方をテストします。直感的な操作が可能です。さまざまなシーンで正しく装着すれば透けてる感覚がほとんどなく快適に音楽を楽しめました。ただし装着位置によっては耳介に圧迫感を感じることがありました。通常の音量では音漏れはほとんどありませんでした。最大音量にすると近距離でわずかに聞こえてきましたが環境音で打ち消される量でした。中高音域もクリアでありつつ特にダイナミック EQ とムービーモードをオンにしている時の低音はかなり豊かで音圧のある深い音が出ます。音に対するコスパは本当に圧倒的です。物理ボタンではなくタッチセンサー式ですが耳の後ろ側ではなく耳の前側にタッチするタイプなので5タップが起きにくいのが好印象。耳の穴に人差し指で触れる時の感じで
軽く触れると簡単に操作可能です。ケースも本体も質感が良く安っぽい印象は受けません。前も後ろもシリコン部分以外は黒寄りのメタリックで素直にかっこよいです。ケースもメタリック塗装が施されていて好みにもよるでしょうが高級感があり気に入ってます。参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。